女の転勤について言った田舎町に、シングルマザーの A さんがいる。老人ホームの管理栄養士で月1回、自宅で会費制の料理教室兼ホームパーティーを開くほどの料理上手。しかも30代半ばとは思えないスタイル抜群の美人。こんな人がなぜバツイチと思ったら、彼女の離婚の顛末は、地元では知らない人はいない話だった。A さんの元旦那 B は同僚や部下を招いて、A さんの料理をつまみにしばしば宅飲みをしていた。A さんが体調不良を理由に断っても、B は同僚や部下を連れてきて A さんにつまみを作らせた。宅飲みは A さんが妊娠した後も続いた。その中でも B の部下 C という男は、宅飲みに来ては A さんを不快にさせていたという。低粛そうに見えても女の本質は不死だら。たくらんということもあるから親子鑑定をした方がいい。などと B に焚きつけ、C 以外の飲み仲間も同調するので、そのうち B も、お腹の子は俺の子かと言い始めた。臨月に差し掛かったある晩、いつものように C が不愉快なことを言い出して、A さんと口論になった。お腹の子が B の子供ではないから怒るのだろう。とんだアバズレ。不倫相手はどんな奴だ。と A さんを罵り、B も、お腹の子は俺の子ではない。もう離婚だ。と発言。その場にいた同僚部下は誰も B、C を止めなかった。離婚を考え始めていた A さんはそれらをこっそり録音しており、B の同僚、部下らが酔いつぶれた後家で、一晩をホテルで過ごし、翌朝新幹線で実家に戻った。B、C らが A さんの家出に気づいたのは翌日の夕方だったらしい。A さんの携帯、実家に B から電話がじゃんじゃんかかってきたが、その頃には A さんは両親の手配で近くの産院に避難済み。さらにその翌日 B が A さん実家にやってきたが、A さんは戻っていないと近所とも口裏を合わせた。A さんが B と対面したのは無事に男の子と女の子の双子を出産してから。離婚を申し出た A さんに、やっぱり俺の子でなかったんだろう。と B? B 両親が激怒したので親子鑑定。双子はどちらも B の子で間違いないという鑑定結果が出た途端 B は、離婚したくない。とごね始めた。B は酔っ払ってのたわごと、本気でなかったなどと言い訳したらしいが、B が相応の慰謝料養育費を払うことで離婚成立。侮辱罪で告訴された C は、一般的な話をしただけ。と言い訳したが、告訴を取り下げてもらう代わりに慰謝料を支払うことになった。子供との面会を口実にやってきては、A の手料理が食べたい。親子でやり直そう。と B は今でも A さんに復縁を迫り、B 両親は初孫をよこせと保育園で誘拐未遂を犯して、警察の御用になった。そして C は退職し、分割の慰謝料を数回払ったきりで連絡が途絶えたという。自分の旦那がその C だと分かったのが修羅場。さっさと逃げた方がいい気がする。A さんにバレたら残金の請求プラスアルファが来そう。まさかの C か。子供作るのは絶対やめとけ。何言われるかわからんぞマジで。A さんにはバレました。貯金から残金の一部を払い、私は実家に戻ってます。もうあの町には住めません。A さんにも、旦那様が改心されていれば良いけど、お子さんができる前によく考えてと言われました。すごいオチだなおい。逃げ切れるよう祈っとく。性格なんて簡単に変われないし、責任から逃げるような人だし。先々を考えれば旦那とも別れた方が無難かもね。他人の離婚の原因をそんなに変えちゃってと思ってたら、まさかの旦那とは。旦那は、その時は訴えられて面倒だったから、慰謝料を払うと言った。一般論を話していたのを A さんが勘違いしただけで、本当は侮辱していないから、慰謝料を払う必要はないと思ったので払うのをやめた。と言い訳していますが、 A さんに奥様に録音をお聞かせしましょうか?と言われたら、残りの慰謝料は必ず払いますから、勘弁してください。と急に態度を変えたので、A さんや町の人が言っていることは概ね事実のようです。旦那は離婚したくないというので、離婚のため弁護士を入れた方がいいですよね。A さんはお願いすれば協力してくれそうです。A さんは旦那に、こんな離れた場所で再会したのは神様の引き合わせ。
天罰ですよ。と怒っていましたが、何も知らない私には同情的でした。交際1年結婚生活1年で、旦那を見抜けなかった私もバカでした。何も知らない私には同情的でした。それ多分同情じゃなくて哀れみ。人間そう価値観は変わらないし、お付き合いする前に大事な話があると話さないで隠し通そうとしたその性根は腐っとる。子供ができる前に発覚したってことは、きっと何かの縁なんだろうな。最後までご視聴ありがとうございました。皆様の感想よろしかったらコメント欄でお聞かせください。励みになりますのでチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。